車番不明原型。新生児はタンク機関車であった。鉄道作業局28、テンダー機関車に改造後。5490型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道員に在籍した蒸気機関車である。1882年に2両がイギリスのベイヤーピーコック車で製造され間接鉄道が輸入した蒸気機関車である。 あとに5300型となった、テンダー機関車2両と共に輸入された、車軸配置4から4から0で2気筒端式の、飽和式タンク機関車であったが、1884年8月に、神戸工場で、テンダー機関車に改造された。中心ピンを左右にスライドできるようにして、曲線通過を容易とした、アダムズ式、ボギー台車を採用した先台車やボイラーの過失を、挟む。 形の動輪配置、並びに斜めに取り付けられたシリンダや、それに沿うように前方に向かって、斜めに跳ね上がったランボードなど、後に大増備される5500系系列の原型となった形式である。本形式は、先に述べたように、タンク機関車として製造された。4から4から0型車軸配置のタンク機関車は、構造上税水槽とタンクの容量に制限を受ける。 ためヨーロッパでは0の4の4型車軸配置の方が一般的であったが、4から4から0型車軸配置も決して少数というわけではなかった。日本来着後、新橋工場で組み立てられた本形式であるが、試運転の結果、水槽容量が十分でなく、制動力が不足していたとの評価を下され、使用を中止して神戸工場に送られたと、 雇い外国人連邦に記載されている。また、東部では即成の日本鉄道線が未まだ地盤が軟弱で重量機関車が使えず、東部全体としては大型機関車があまり西部に転用したものの、路線距離の長い西部ではテンダー式機関車の方が使いやすく、軸重も減らすことができるため、テンダー式に改造してしまったのではないかとの、 上気機関車研究家の金田茂広氏による推定もなされている。テンダー式への改造にあたっては、運転台背部のタンクと側水槽を撤去し、二軸式のテンダーを申請している。また、スプラッシャーは、運転台直下の第二導輪から第一導輪まで一体化した独特のもので、本形式特有のものである。また、このスプラッシャーには、 砂箱も取り付けられていたが、滑らかな曲線形状のスプラッシャーと完全に一体化されている。動輪直径は 1372mm、弁装置はスチーブンソン式、安全弁はラムズボトム式である。輸入当初の本形式は東部地区に配属され27、29と不番された。後に西部地区に移り、1893年の 日本鉄道分離の際に S 型に改められた。1898年の鉄道作業局では D3 型と定められ、一時大宇線に転用されていたようである。鉄道国有法施行を受けて1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では5490型となっており、中部鉄道局に配置されて北陸線と山付近で使用されていたと、 推定されている。その後、5490が1918年11月に成田鉄道に譲渡され、同社の銃となった。成田鉄道は1920年9月に買収、国有化されたため、再び国有鉄道席となったが、翌1921年に廃車解体された。一方、5491は1919 19年3月に、 つくば鉄道に譲渡され同社の4となり、1937年まで使用された。つくば鉄道時代の同期のスプラッシャーは、第1道輪のものと第2道輪のものが分離した形態になっていたが、これが改造時からのものであったのか、その後に改造されたものなのかは、両説あって定かでない。ありがとうございます。